ナガンです。こんにちは。はじめまして。店長さんということで。はい。はじめまして。はじめまして。このサイズのパルダリウムが見れるとこってそうそうないと思うんですよね。そうですね。はい。はい、水族館さんとか、観葉植物をやられてるお店とか、そこでも多分ケージに入ってはやってないと思うんで、はい、このスケールはそこそこないと。これってサイズちなみにいくつですか？はい、横が900。900、奥行きが900、お高さが1300、おお、はい、まあ、はい、パルダリウム用に設計したオリジナルのもので、はい、チャームのここを入れます。このミスティングシステム、これ多分9個ぐらいノズルがついてます。そうですね、はい、そうですね、はい、すごいですね。そうですね。一回何リットルぐらい出るんですかね？ねー、10リッターぐらいですかね。ああ、10リッターぐらい噴射して排水されるのが半分ぐらい、5リッターぐらいが、まあ、あとは大体これ蓄積されるレンズですね。はい、メンテナンスってどうされてるんですか？はい、これぐらいのサイズだと。このサイズになるとトリミングが、メインで、まあ、苔がちょっと先端が枯れる辺を処理する程度のトリミングです。あとは、まあ、あの中にヤドクが入ってるんですけど。はい、ヤドクいましたね。はい、1号ヤドクですか？そうですね、1号ヤドクのブルージャージなんですけど、はい、まあ、あの餌のまあ、求人ぐらいですかね。はい、ハエですか？そうですね、フライトレスの症状バイオ、はい、木の症状バイオとかですかね。僕もミイロヤドクガエルが家にいて。あ、そうなんですね。はい、これメンテの時は上からですか？横から。横開くんですか？はい。ああ、そこスライド式ですか？スライド式で。ああ、なるほど、はい。今はちょっとアクリルを採用してるんです。まあ、以降はちょっとガラスでも考えてみます。これのポイントが、まあ、360度、まあ、視覚をなく、はい、見ることができるっていうのが最大の特徴ではあるので、これ珍しいですよね。このレイアウトも超凸型レイアウト。そうですね。はい、基本的にはやっぱり方向的になんていうんですかね、背面を苔の壁にするレイアウトはよくあると思うんですけど、はい、まあ非常にここにね手を届かせるのは難しいんですけど。はいはい、オープン凸型、まあ、そうですね、はい、こんだけ大きいからあれですもんね、3面4面見れないともったいないし。そうですね、まあ、あえてヤドクガエルを入れることに探す楽しみ、そういうのもまあやっております。はい、制作どれぐらいかかったんですか？これが実はですね、ここがオープンする前持ち込んだので、4ヶ月ぐらいでこの仕上がりなんですけれども、まあ、徐々にヘボとかもね、枯れ葉と新芽と繰り返しているので、まあ、苔がこうまんべんなく生え揃うのには大体2ヶ月から3ヶ月ぐらいだったかなと思います。外気温が大体高まってきて、なおかつ湿度をこうキープできるようになると大体もうちょっと短縮できるという、そういう感じですね。ブロメリアが随分綺麗ですね、これ。そうですね。綺麗に育ってるとか、はいはい、ネオレゲリアとか、もともと群馬のチャームの本店の方で、はい、本店の方のストックにあったものを寝かしてたものが結構あったんで、まあ、親株として、ここに移植して、そこからまたさらに子株がこう吹き始めるという。この一番大きい真ん中のはシダは、これはヘゴですね。ああ、そうなんですね。本当ですね、はい、これは随分金額的にもすごそうな。そうですね、で、まあ、当初は2本こう生えてたんですけど、ちょっと乾燥にちょっと負けてしまった部分、口気になったんで、そこにまあネペレもちょっと移植して、はい、空間的に埋めてるような、そういう、はい、いや、このサイズが見れるところないと思うんで、ぜひ行ってみるといいと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、
今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。